1>, 1月には、クリスマスは、岩立マリコ原作の漫画及び、それを原作とした、オーブン映作品である。週刊マーガレット1983年2.3、合併号及び4.5合併号に掲載された。クリスマスに辛い思い出のある女の子、縦野美希と、青年、藤岡淳章との、ひとときの出会いと触れ合いと別れを描いた短編。舞台は、東京都武蔵野市。 1991年に OVA 化された。監督は出サきあきら。シンガーソングライターの岡崎律子が初めてアニメの主題歌を自分の声で歌った作品である。主題歌、冬のないカレンダーとイメージソング、夜明けの青いソファーは1997年の岡崎のアルバム、リッツベリーフィールズにアレンジされて収録された。本作は、林原めぐみと、 岡崎律子の出会いの作品となった。主役の盾の幹役に決まっていた、林原めぐみが、スタジオですれ違った際に、この人が主題歌を歌うんだなと思った人物が、岡崎だった。林原はこの作品を通して、岡崎を非常に気に入ったため、岡崎を大月春林に引き合わせており、以降数多くの楽曲提供を受けることになる。ラジオ。 林原めぐみの東京オブギナイトにて、岡崎の死去が、林原の口から初めて直接告知されたのは2004年5月15.16日放送文だが、林原はこの作品を引き合いに出していた。同時に、林原が新生系エヴァンゲリオンの綾波霊役に抜擢されるきっかけになった作品でも、ある。当時の林原は、ンマ1、2の女ンマ役や、 スレイヤーズシリーズのリナインバース役に代表されるような元気で活発な少女役を主に演じることが多かったが、新世紀エヴァンゲリオンの監督である庵野秀明は本作の OVA を見てクールな綾波霊役に林原を抜擢したという。クリスマス直前の雪の日、大学生、藤岡淳章の隣家にひねくれた性格の女の子、盾の美希が引っ越してきた。 ミキは言う。クリスマスは嫌い。彼女はなぜクリスマスが嫌いなのか。なぜ大きな家に一人で暮らさねばならないのか。クリスマス直後に事件が起き、ミキの過去が明らかになる。声優は OVA 版のもの。ありがとうございます。